本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小さいです。本日は、ひとりぼっちのまるまる生活、第7話を視して、リアクション収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。三二一五。今回は、回が久々に出るってことだけ、なんとなく事前に分かっておりますけど、あと、 あのね、ツイッターの方で公式アカウントさんがやられてるツイッター <laughs> これなんなのツイッターの方で公式アカウントの方がやられてるおっ、回だ。あのー、まるまる生活、ぼっち生活ツイッター特別編。あれ、拝見しましたよ、私。 はいそれなんすよえできたのなになぜなぜだこれは夢だからか夢の中でも <laughs> 夢の中でも本当にネガティブな方ですねボッツさん全然明るい見通しが立てられないっていうねうんなんでしょう うん本当だよでもさうん世の中は世知辛いうんまあいいか若干チョーク表現に抵触しそうな気もするけどまあそんな厳密なことはいいでしょうそうなんですよでね今回回が出るとまあ柔らかい涙だったから まあそりゃそうだろうなって感じだけどあとまあ今回のサムネにも出てますしね絵がだ絵画が出るだろうってのはなんとなく分かってましたけどもう一個さっきも言いましたけど「ひ人りぼっちのまるまる生活」ツイッター特別編っていうのが公開されててまあ前日誕プリクウェオなんですけどあれをね今回のエピソード第7話が ニニコニコ動画にアップされてそれに冒頭にあるコメントでそっちを先に見ろとぜひそれを見てから今回の見た方がその深みが違うからということでだいぶ真剣な様子でねユーザーの皆さんがおすすめされてたんでああそっかと思ってそれで検索して見てみたんですけどまあ思ったよりね、まあ、これ まだご覧になってない方は今すぐこの動画をここで止めてそっちを先にご覧になった方がいいと思います私もまだこれから本編見るんで分かんないですけどだいぶ何人もの方が真剣にお勧めされたんでそうした方がいいんでしょうひとりぼっちの〇〇生活ツイッター特別編でモーメントにまとめられてるんでご覧になってからの方がいいんでしょうね今回は私も見ましたけどただね思ってた以上にうんもらわないうん もう勝手にさまあ別マジか本気かこれい <laughs> 長かったなボーンうんでもこれさ最悪前にも言った気がしますけどできなかったらできなかったで別にできたって言い張ることは可能ですよねとりあえずうん <laughs> うんうん いや、ナコはギリいけんじゃないギリ、あの、ギリその例に入るんじゃない自分からアクションは仕掛けたから。おう。出たー、山田花子さん。あれ読んでからと確かに、貝の印象変わるんですよね。前日誕をしてからだと。前はね、お、回てめこねやろうと思ったけど、あれ読んだからと全然違うわ。 <laughs> 怖何の忍術ですかそれそういえばね山田さん花子ってどんな人なんだろう一応あるのあの姿を見かけてあるのごまかしを信じてくれたというか乗ってくれたのでそんな悪い人じゃない異常な人じゃないですよね何でしょう えー、声をかけれるようになりましょうよ。声をかけるっていう手段使えた方が。おお<ー>何すかそれ声が変わるんすかはい。おうん。おおあっ出たー暗い加護さん。何があったんすか暗い加護さん。どんな過去があったんすかあといちいち背景の人たちね、かぶってるものが面白すぎるんですよ。ティアラとかさ。 ススリーピングマスクとかおなるほど風紀委員だから指摘し,てしまう指摘してもらうためにわざとうまいなあいやこれいや毎回さぼっちの考えることって <laughs> 考えすぎかなと思わんでもないけどでもうまいんですよね実になんだめっちゃおちゃめな親し,みし親しみやすい人じゃないか。 何なの暗いさんに何があったの過去に何があったのあら意外と厳しい人なんだねうんまったまった分った <laughs> でも意外と簡単にコミュニケーション取れたな なんかこの調子でいったら大体クラスの誰がどんな人でかもう名前に特徴書いてあるんでわかりやすいでしょうし対処法を簡単に立てられるんじゃない作戦で勝てるいやできてるんじゃないあ今日はってことそうっすねどこ行くようんうん夏休みまでとか無理でしょ絶対。 見たいねいや外かいつも楽しそうでいいっすよねほんとにねうんそうなんですよちょっとねやんなきゃいけないことが全然できてないんすよないや別に浮かれる時は浮かれていいんじゃないやることだけしっかりやってで人間万能じゃないし できない時はできないでその反省を生かしつつ別に気持ちを押し込む必要ないんじゃないでしょうか結果に影響を与えることはできても何でも結果を作用できるとは限らないう,ーんうんうんでもあの夢の説得分かんなかったよな友達できたのに絶好のままだったもんな うんうんうんいいんじゃない聞けなかっただかそういうことはないんですよ遊ぶことはバンバン考えてていいしそれはそれで友達作るのに役に立つでしょ外ら見習ってさ別にその罰というか罪悪感のために楽しみを削ったりとか楽しむことを ためらったりする必要は全然ない。そう。さすがあるです。紅葉,ああ紅葉うん。紅葉、すのぼう、花見。うん。さすがあるさんですね。完璧ですね。うん。そういう方向で考えましょう。やんなきゃいけないことあるんだけど、それはそれで頑張りつつ、うん。 うーん、まあいいんじゃない楽しむだけ楽しんでやるべきこともしっかりやってでそれに対しての備えもちゃんとやってれば心はいくら遅れてたって罰ががたるわけじゃないですからいいと思いますねおっいってらっしゃいああそうはいうんうーん おじいちゃんちってどこやっぱ田舎なんすかうん。さーて、甲斐はいせてくるのかね。あと、倉井さんはあれで終わりかまだなんかあんのかあー、なるほど。そうしますか。てこだ。てこ思い出したんだ。誰思い出すんだと思ったけど。<laughs> 全然。なこ、その格好、マジ信じらんないんだけど。 そういう服着るんだ。すくみずだと、あれですか完璧なんじゃないですかどこも残念なとこ、今んとこないですよね。うん。水筒の術だ。絶対水筒の術だ。水上歩行だ。えプールダメなの金槌うん。 学校のプールでもああそれは地域によるかもしれないけど私の学校ね夏休みの間プール開放されてたんですよあれほんとよかったなたタダで使えるし生徒はあと生んでそんなまあいいや気になる人は気になるんだろう 親はね子供だけでプール行かせないでちゃんとついてきて一緒にプール行けるしあらほんとよかったなロッカー100円だったけどその100円ロッカーの鍵戻したら帰ってくるっていうね実質ただ本当に実質ただこれあれかなナコは時間稼ぎしてんのかなさ <laughs> ていうかほどこに塗ってんだあれあれ濡れてる 水筒の術だもんね間違いないよね絶対そうだよねこれがありえないからさいけるね間違いないああ完璧ですよここまで修行してきたもんね長かったな水上忍法水上走り水筒の術でしょああ滑目してみようこの忍術をどうだいったか 完璧だろう。乾 <laughs> 杯か細かいことだけど準備体操したやっぱりやっぱり時間稼ぎだったな嫌ではないの嫌ではないならいいやえねえこれよくわかんないんだよねどっから来たんだろうね 帰宅部だからそうですおおかなずしってえあ,あみ水が怖いあ,あ泳げないどっち両方水が怖くて泳げない泳げないことが嫌だから水を恐れるうんしかしかわいい服ですね水着ですねあれ水着でフルなのかね 全部水着なのかねまあそうかもしんないわ本当にそうじゃないとついつまわないよっていうぐらい本当に水ダメな人いるもんね全くだめんかしんないけどあこれね顔がつけられないんですよねダメな人は私プール大好きだったんでねねえいや数学の時も相当あなたは助けたでしょ あんなノートを作ってさ最初 <laughs> であのね一緒に帰ろうねんところあそこはほんと見てるだけのがもう感動しましたけどあれは早く70点取ろうとナコに思わせただろううん意外とだってさぼっちのがナコを助けてんじゃないなぜならまた思い出したけどナコの他の友達ってどうしてんだ全然見ないんだけど。 あるはみんなと仲いいですし、外かは日本に来たばっかり、なんなら違う、もしかして一人で来たからだからまあ、誰とも、<laughs> ああ、ほんと最悪なやつ見つかったな。ここまでテンションあると思わなかったな。これはさっきね、<laughs> ここまでと思わなかったわ。 さっきは大げさじゃないと思ったけどあの2人には言うなよっていうのだからまああると外かに関しては全然謎がないんだけどナコはなぜ小学校からの友達いないんだろう <laughs> もういいよ外かは大丈夫だろうしね別にからかったりしないうん顔があできんじゃんもう何もできないことないじゃんうん もう泳げてるってそれうん間違いないですねうんあそうだ姉妹弟子だ姉妹弟子うんまあそうだよね外かは別に魔術まあ実まあ、いいかバターし <laughs> うん そこは別に泳げない人でも関係ないまあでもうん気持ちだからさでも楽しそうでいいでしょううん <laughs> なるほどその一言でい,いけた。 いいでしょう友達のうんそうなんすよあカラオケだマジかよおこれ完全にリア充じゃんマイクで言うことかって思う気はするけどうん <laughs> いっすマジで また熱、ああ、れか。そういえばね、前回であんだけ干した熱を、おお、なかなかですね。ん前回あんだけ干しがたった熱を、実はその前に、あら、なんで熱が出たんだナコに目をかけた、辛さでか。そういう時は熱出るんだよな。ジュインクバー まあ料金に含まれてるっていう <laughs> 実はあれなんですよねちょっといい水になると水温が高かったりするんですよねカラオケ屋の人に聞いたらまあ逆にそう言うといた方がなんか良かったのかもしれないんで嘘つかれたかもしれないですけどねおおそうですよ はいあそっかそれか人前でかなるほどね軽く全然いってねえな最近歌下手になってんだろうなうん <laughs> マイク投げないでください頑丈なマイクだろうねまあこれは5%とかだったらね5%だそうだ5%とかだったら投げようが。 水につけようが車に踏まれようが全然どうってことないんだけどいいんじゃない別に最高じゃんずーっと撮ってられんじゃんだから私カラオケ行くことがあってもあんまり大人数で行きたくないんですよねできれば23人1人でもよく行くしね行くときはですけどね最近行ってないけどうん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 愛いの手とかある知ってる コールですよね全然いいんじゃないビギンとか歌った時はこれでいいんじゃないなんでだよ <laughs> あの歌なんで知ってんのうんあのちょろっとだけ聞こえてたの覚えてんのオリジナルソングでしょおうんじゃあそれで全然いいじゃん。 この、バチい感というか、あかいあのバチい感、海外の人わかるかな沖縄民謡のあの、ノリと、普通の現代ポップスの、そぐ穴さ。でもやってみたら意外と合うかもね。マジでかいあのアホ毛ゲだけでわかったんか。あ嘘本当におー 耐えたうっかり反応するかと思ったけど意外とその辺ボロ出さないなぁ独り言です今から言うのは独り言です三人ねうん <laughs> 川と友達ができたみたいですね どうう、でしょう3人できましたけどどうでしょう10分の1ぐらいはこっからですよこっから何もしてなかったわけじゃないんですどうでしょうあいつもそんなてと言ってんだかいよう <laughs>、うんえらいえらいよぼっち ああ友達が3人できてもまだイと仲直りしたいっていう気持ちが全然すれてないのが本当にああ素晴らしいいいやつだ本当にこれ周りの人ちゃんとかん状況分かってかな意味分かんないと思うけどまあその辺普段から言ってあるかもしくはちゃんと後でこういう事情があったって言えるかあーでも偶然会えてよかったな ちょっとはね、そらつ辛いだろうね。待ってるだけだもんね。うーん <laughs>。うん。成果を出してるんですよ。ああ。ほんとね、あんなこと言ったら下手すりゃね、じゃあお前なんか知らねえよっつって、こっちこそお願い下げだよみたいなこと、全然ありえるもんね。ふふふふたりとも、その <laughs>。 その病気持ってんのかあーよかったよかったでもこれで心配だったお互いの気持ちお互いの現状どういう風にどのぐらい気持ちを保っていられるかお互いに分かってよかった私も会斐のことがちゃんと分かってよかったですうん別に二股でいいんじゃないですか掛け持ちでいいんじゃないですかそれ何なんですか なぜ本当だよ。親が忍者か。なるほどね。じゃあしょうがねえな。もしかしてあれか親が CIA とか情報機関とか。アメリカからですよね。だから CIA かな。あ <laughs>、はあ。今ここに来てこいつにスポットライト当たると思わなかったな。う、は、ん、あ。そんなもんですよ。 うん、そうなんですよでもこれで夏休み明けに向けて自信できたかな少しはうん絶好だから貝もあそこでうっかりぼっちって反応しないでなんとか耐えましたしああやって無視を続けるってことは 絶好を続けるってことは2人の間をつないでる約束がまだ生きてるってことなんですよね。あそこでもし「ああぼっちさん」みたいな約束なんかどこ行っちゃったのみたいな反応だったらもう完全にぼっちのことをあの約束ごと忘れていたどうやって中学校へ中学生活へぼっちを送り出したか覚えていないっていうことなんでいやーよかった。 そう後でまああのリンクでも貼ろうかと思いますけどその「一人ぼっちのまる生活 Twitter 特別編」あれでねそうかスタート時点ね中学生活始まる前の2人にアニメで描かれた以上のどういうことがあったのかっていうのもあったしそのぼっちとか会のやり取り 思ってた以上ですよ。私ちょっとびっくりしましたもん。あれ読んだらね、まあ、そ、お次回とうとう外華さんのことにフォーカスされるんですか。外華人気ですしね、あの忍者ガールの忍者なんとかが、忍者サムティング、忍者テイングスが見たいって言ってる人、結構いましたからね。そうで、それ読んだらね、全然印象違うんですよ。 アニメの二人と変わらない二人ではあるんだけど、え、こんな会話してんのとか、こんな雰囲気、こんな真剣で真面目で、で、もっと辛い現実と戦ってるぼっちの姿とか描かれてて、で、その中で、絵画どういう存在だったのか、ぼっちにとって、がたっぷりとね、深く、細やかに描かれていますから、あれはぜひお勧めいたします。リンクも貼っときますんで。さてと。いやー、まあ、とにかく今回は、 ね私もその漫画は読んだしあと本編始まる前に貝が出てくる話なんだろうってことである程度予想はしてましたけどいやーよかった本当にうん一番まず真っ先に思うのは強く思うのは本当に貝がちゃんとボッチのことを覚えていて自分がどんな約束をしてボッチと最後にお別れしたかちゃんと覚えててで二人にとってその約束の大切さが変わっていないでお互いに 大切な存在であることも変わっていないしその思いの強さが全く薄れていないということそれが分かって本当に良かったですなんかちょっとゴッパーの方だけ本当小さいななんでこれそしてあとはカイと出会って友達ができたってことを見せられたのも良かったしちゃんとした再会とか仲直りとまではいけませんでしたけどでもとにかく良かったうんまあ単純に元気でお互いの元気な姿を確認できただけでも良かったんですがさらに加えてお互いの今の気持ちがは,はっきりと かかることと。できてよかったなあれは相当ね夏休み明けて友達作りを頑張ろうと思う墓地にとっても相当大きな励みになったでしょう前半のプールの下りもね本当に楽しかったしこの4人ならではだなっていうその過ごし方で大変よかったんですけどまあやっぱり中盤中盤から後半にかけてのあの2人の思いの生き返あそこは今回の本当にハイライトですね素晴らしい輝いてました前回、柔らかいい涙っていう、 タイトルだけ見た時はえー、なんかすごい悲しい話少なくとも涙っていうんだからさなんか切ない話になるのかなと思ってちょっと怖かったし心配でもあったんですけどでも今回は本当にいい話でしたあとそれでね前回も予想してましたし今回の冒頭でもあそうだとうとう今回暗い過去さんの暗い過去がわかるのかと思ったらあれで終わりかしかも 意外だったのが暗い過去さんって全然暗い過去持ってなさそうに見えるんですけどなんかむしろ普通だしまあ普通より何だったらさすが風紀委員長っていうだけあって幻覚あと厳しいでも物言いとかすごくハキハキしててね言うべきことをちゃんと相手に物おじせず言えるっていうのが意外でなんかとてもじゃないけど暗い過去どころかまあなんかご両親がすごくしっかりしつけをされたんでしょうかっていう感じ。 そのぐらいに感じましたけどね。とても名前からは想像できない感じでしたけどまあいいやそんで前回ですけどそう俳句ねまあ俳句ぐらいになるとほとんどの人は分かっててで何だったら前前回の予告一瞬の予告で出たあの5、七5っていうのだけ見てあ次回は俳句かーって分かってる人もいれば今回の冒頭で今回じゃない前回の冒頭でぼっちが学校に行きたくないっつってで回想で俳句の宿題 発表する俳句を作ってくるっていう宿題が出たから学校に行きたくないって言ってんのを見てなるほどそれで合意していこうかとほとんどの人は分かってましたねさすが俳句ぐらいになると知らない人はいないかと思っていたらですね実は意外なことに俳句も一部では通じてないと俳句って出てきて俳句っていうのが分かんない俳句が通じないっていうところもあるんだ一部地域によってはなるほどこの作品だと今までも何回かそのかなり英語圏ど真ん中じゃないと通じない 新しめのスラングあまり人口に感謝してないスラングとかも出てきてまあそれはそれで英語の一部が通じないっていうのはありましたけど俳句も全世界的に有名というわけではなさそうですね忍者ぐらいだったらね誰しも踊るんですけどうん意外だったでも俳句はもうずーっと普通に俳句でしたねえー、っとあとまああのぼっちがねとにかく人前で今回も出てましたけど人前でその何かしゃべる 人前で何か発表するっていうのが苦手っていうので、まあ、どうでしょうね。どのぐらいが普通のレベルなんでしょう。私は結構平気ですね。そんなに嫌でもない。ただ、めんどくさいのはめんどくさいです。で、まあ、人前で話すのが嫌だっていう話題で、まあ、某チャンネルさんが私の大好きなチャンネルさんで、まあ、お二人でね、まあ、お二人でっていう時点でどのチャンネルか分かっちゃいそうですけど、人前で話すのって悪夢だよな、とか、できる人もいるけどね、とか、 楽しんでやってる人もいるとかいう話で、いや、楽しんでるやつなんていないだろうみたいな、いるにはいるだろうみたいな、いろいろお話されてたんですけど、もしその人前で、人前で話すのが楽しいっていうやついたら、そいつは人間じゃないって断言されて、<laughs> そんなにうーん、まあ、ぼっちはぼっちで極端だと思うけど、でも、やっぱりわかるっていう人は結構いましたね。うーん、あれは嫌だって。私も昔は嫌だったかなまあ、そんな機会自体あんまないですかなんかね、それこそ発表とか。 部活紹介とかただあの意地悪な先輩とかが後輩になんか失敗させてやろうみたいな感じで横でその先輩なりの脳内採点表みたいなの持っててそれでなんか後でいちいちここが違うとかここが違うとかそれあなた基準ですよねみたいなその先輩基準でなんかいろいろ後で荒探しされることはあったんで後であれがあると思うとそれは嫌だったけど別に人前で話すの自体はそんなにですね話す内容とかね あと、間違ったこと、間違った情報を言ってしまわないかどうかだけ、心配は心配ですけど、あとめんどくさいのはめんどくさいです。えー、なんでそんなことできるやつは人間じゃないと。どうぞ、not humans。断言。ええー、あと、まあ、同じチャンネルさんなんだけど、まあ、やっぱり私はこの、墓地生活のリアクション、どれが一番好きかって言ったら、やっぱりこの、この時は、この時っていうか、まあ、このシリーズ、墓地生活はお二人でやられてるんですけど、このチャンネルが一番好きだなー楽しい。めっちゃ面白い。 その二人のうちの片方の方があのー、ぼっちがお母さんから伝授してもらった秘策を使ってその足つり足がつらないように運動するっていうあのー、奇妙な動きを見て隣に外科がいたんであれを外科が何も反応する前から「これは忍術だ」とか「サムテンサムテン術」とかおっしゃっててさすがだなとやっぱりそういうなんというか忍者文化はだいぶまあ浸透してるとはいえあそこですかさずさっと そういうものが反応して出てくるあたり、そういう言葉とか出てくるあたり、まあ、乗れてますよね。本当にあの二人はね、日本のアニメにね。あと、細かいことですけど、ナコが落ち込んでて、で、やりたくないことはやりたくないと思ってしまうんだとか、ダメ人間なんで私はって言ってるところで、それを聞き取って、ダメ人間って、たまに急に普通に日本語が出てくるところがね、そういうところで小さな驚きがあったりして、まあそういうのも面白いんだけど、まあでもとにかく、やっぱり私は、あのチャンネルさんが一番好きだなと。 いうことをこのシリーズ見てると痛感しますね。まあお二人の好みでな、ね、い合わない先はありますからね。そうするとね、だんまりになっちゃったり、本気で落ち込んでたりされてるんで、そういう時もありますけど。まあこういうスライスオブライフコメディーショーのリアクションではあそこがやっぱり最強だなと。で、そのあたりのくだりで出てた、あの、前回私もこれ絶対通じはしないから、翻訳、字幕をどうするかだよなと思ってちょっと気にしてたんですけど、リアクション動画と、 一緒にに見るとき字幕確認しまして意外なことにです、ねまあ今回翻訳家さん完全に白肌上げたのか、まあ、この作品の場合はこれでいいだろうと判断されたのかカッコ内で 29= イコール肉ミートって解説しちゃったり 75= イコールナコって解説しちゃったりトランスレーターズノートじゃなくて今回はカッコ内で注釈をつけるというねやり方であのジョークパンロールドプレイング を説明されてましたまあそれでもリアルタイムで見ながらすぐ理解するのは難しかったみたいですけどまあ結構いろんな方がねあの辺はこれは伝えねばと思ってコメント欄で書いてくださったんでほとんどのリアクターさんにはあの内容まあ本当細かいことだしまあだから何って言われたらもうそれまでなんですけどまあでもああいうのはやっぱり面白いと思って披露ファンあり伝える人はありでリアクターさんも結構その辺はね興味深くご覧になったみたいですね。 うん、ちゃんと本当はねこういうものをいかにカッコを使わずに翻訳の本文だけ字の文だけで説明するかっていうところがまあ私このこういう話しょっちゅうしてますけどそこが翻訳家としての腕の見そどころなんだが今回はそこは諦めてカッコ内で意味を伝える方に注力されたということでしたねまあでもあれでまあ分かったでしょ何回も繰り返し出てきましたしあと最後の方にも一回出てきましたし見返されたら分かるでしょうしコメント欄でもみんな教えてくれてましたとでそこは よかったよかったなんですが前回のエンディングねえっと私前回のリアクション動画の私のチャンネルのコメント欄に歌詞がわからないっていうコメントを頂い,いたんでえ歌詞普通に公開されてんじゃないですかと思って調べたらどっかに歌詞があるわけじゃなくてまあそのうちサントラリリースと一緒に公式の歌詞も出るんですがまあ歌詞は存在はするけどどっかにテキストで公式のものとして載ってたりはしないとなんでまあ拾ったものから これが正解であろうっていう歌詞をコメントの返信でお伝えしましたけどこれがねえだって字幕ついたでしょと思ったんですよだからまあ英語でしょうけどその字幕通りで意味は別にごくごく単純ですよと思ってまたそれもリアクション動画と一緒に見るときに字幕確認したらえあのエンディング字幕つかなかったんですねっていうね意外だったあんなごく単純ででしかも何回も繰り返されるし 字幕付けるの簡単だったでしょうにね、普通の挿入歌とかに比べたらはるかに。だからあのエンディングは字幕付くんだろうなぁと、普通に思ってましたけど、付かなかったみたい。で、まあこれはやっぱり、劇中で誰かが歌ってるセリフとしての歌だったら、ちゃんと字幕付けるんだけど、ああいう挿入歌とかオープニング、エンディングになるような歌に関しては、もう字幕付けないっていう方針で、一貫させてあるってことですね。なかなか微妙なラインですよね、前回のエンディングは。 字幕つけるかつけないかそういうルールのもとにもし作業するんだとしたらあんな簡単だからつけた方がいいし本編の内容ともつながってるから字幕つけるっていう判断もあれるけどやっぱりあれはあくまで歌であって作品のバックグラウンドで流れてるものだからそれに字幕をつけるのはルールから外れるという判断があったんじゃないかなと予想してるところでございますでそれが終わって今回の予告柔らかい涙ね柔らかい涙って何と思ってそっちに涙にばっかりなんか意識きいてましたけど 柔らかいだから貝が出てくるんだろうと。あとで思っていたら、まあ実際に出てきたと。それの後に、えー、今回第7話がニコニコで配信された時に、冒頭に、あの、もう本編始まる前にコメントを右側にずらっと並んでるじゃないですか。あそこに大量に、ついぼっち特別編まとめを見てから今回は必ず見ろって、ずらーっと書いてあって、なんで見ましたけど、まあ、まあこれは、まあ、さっきちょっと言っちゃいましたけど、内容言うのやめときましょう。 興味ある人だけがね、ご覧になったらいいと思いますし、あとネタバレになっちゃうかもしれませんし、あとぜひ実際にご自分でご覧になっていただきたい。なかなか、うん、意外だし、二人の今の気持ちにまでつながっているに違いない過去にあった出来事とか、性格的なことももっと深く、細かく知ることができるんで、おすすめです。っていうところですかね、前回は。そう。いやー、前回もね、なかなか良かったですけどね。 前回は本当にもう、まあ、ところどころしんみりするシーンもありましたけど、基本的にはギャグの連続で、本当にコメディ作品っぽいコメディでしたね。で、今回ね。いや、前回も良かったけど、今回はまた違った意味ですごくいいお話だったな。このプールでのエピソードとかもね、まあ、この作品だったらよくあるベタなネタを外してきて、ちゃんとこのキャラクターたちならではのエピソードとしてのプール会になってるんだろうと、期待していたらまさに期待通り。 実に素晴らしいいプーールエピソードでですすね。ままああこういうこううとなんですよ。まあ、私他の作品でも何回か同じようなことを申し上げてますけどそのノルマ的になんか季節ものとかイベントごとを取り上げるのは全然構わないんですけどそれによって話の中身までテンプレ化してしまうっていうことがなぜかよくあるんですよね。別に山に行くんでも海に行くんでもいいんだけど山に行ったらなんか話のネタ話の流れまでそのテンプレ通りになってしまうというただ ただキャラクターとか固有名詞が変わっただけで話の流れ一緒みたいなのがよくあるんで、あら、あのな、ねあの現象は謎ですよね。よくわかんないですけど。なぜかああいう罠があって、話を作ろうという時にあれにはまってしまうことがたまに見られる。なんですけど、今回は、ま、あさすが。そんなわけもなく、本当にこの4人らしいプールでの過ごし方でしたね。あるが、あるになんか残念なことありました、今回。意外でしたね。ずーっとなんか、絶好調で、で、 かつてないぐらい調子こいてたんで、これは何かとんでもない天罰的な残念が降り注ぐんじゃないかと思ったら、そんなこともなく、普通にスゴスゴと引き下がるっていう、なんだったんだ。どうした今回のあるわ。これ本当にあるかあんなことありえんすかで、まぁ、あ、100%あるだろうと思った、外か、あの、水筒の術ね。まぁ、あ、そりゃそうですよね。絶対やりますよね。やらないわけがないですよね。水筒の術を。で、ここでのね、R さんさすがですね。やっぱこういうところっすよ。R さん。ああやって友達、 を作ってでカイトの約束を果たしてで仲直りするっていう目標に向けて努力はしてるけど成果は出てないとそれで泣いてしまうぼっちに対してただ落ち込むなよとか元気出せよって言って励ますんじゃなくてその考え方自体に示唆を与えてあげるっていうねうんまあいろんな目標があって約束があってうまくいかないこともあるでしょうがそれで落ち込む必要はないしまして自分なんかが楽しい思いをしちゃいけないとか楽しいことを考えちゃいけないとか そういういい自罰的にななる必要は全くないと。それはそれでやりながら人間だから万能でもないし完璧でもないしいくら努力しても結果が伴わないことは全然あり得る人間結果に影響を与えることはできても結果を決定することはできませんからねなんで楽しい時は楽しいと目いっぱい思っていいし気持ちは常にリラックスして前向きにポジティブににしてた方がそうやって取り組んでる頑張ってる目標とかもそうでない時よりははるかにうまくいきやすくなりますからねまあやっぱ。 この三人の友達、本当に友達ばっかりできてよかったですねって感じですね。まあそれはぼっちの人柄がいいからってのもあるのかな。で、みんなでプールに行くと、まあ意外だったのは、まあ細かいですけど、で、てこを思い出したっていうのは、まあ私の個人的な感想なんで、まあそらとして意外だったのはナコさんですね。すっごい普通の可愛い系の水着じゃん。あれ最初なんか、暑いからあんな格好してんのかなと思ったけど、あ、あれがもうフルの水着なんですね。 水着の中でもなかなか普通の服っぽい水着を選んでるし、フりきくりのめっちゃ可愛いやつじゃん。で、そこに誰も突っ込まないっていうのがな、意外だった。誰か一人ぐらい、それこそあるとかが、まあ、ベタですけど、そんなの着てると女の子みたいねぐらいのからかいはあそこで挟んでくるかと思ったら、誰も別に、ナコのあの水着、あれが水着ってね、あれに触れないっていう意外さ。で、まあ、もう一個意外だったのは、ナコさん、金槌と、水が怖いって言ってましたけど、まあ、でも、本当に。 まあ実にクラスに一人ぐらいは必ずいる絶対もう水がダメっていう人いますけどそういう人ほどではないですねただ単に経験が浅くて苦手なぐらい慣れてないぐらいの感じでしたね別になんかそれでトラウマが蘇ってパニックを起こすとかでもなくて本当にただ慣れてないだけっていう感じこれから徐々に師匠に教わっていったら普通ぐらいに泳げそうだけどなたま本当にねまあ私が泳ぐの好きでね実際に遠とかでも 修学旅行じゃない臨海学校かで、遠泳って必ずあるでしょ ?5 キロぐらい泳ぐやつ。あれでも苦労したことないし、いつまでとも泳いでいられて、まあ海水だからってのもありますけど。なんでね、金づちっていうのが想像つかないんですけどね。感覚が。でもたまにいる。でも、これ面白い話をね、前に聞いたことあって、日本って、日本人って金づちめっちゃ少ないらしいですね。他の国の人が聞いたらびっくりするぐらい、金づちが少ないんですって。 泳ぎが上手いとかじゃなくて金槌が少ないないんでかっていうと学校にプールがあるからなんですって普通の国だと学校にプールないんですってまあ管理大変ですよねプール1個作るって相当まあそれ建造自体がまず時間もお金もめっちゃかかるしでランニングこそかかるでしょで事故の原因にもなるから先生とかあとまあインストラクターとか外部の監視員とかもめっちゃ気使遣うし事故が起こったら地面に関わるからっていうんで なななかなか普通の学校って持たないんですってプールをだからどこの学校にも大体プールがあって授業で体育があれば必ず水泳があるっていう国って意外と少ないらしいですね。今は違うかもしれませんけどね。またこれ <laughs> まあその割合とか詳しいね実際の導入状況とか確認した上で言ってるんじゃないんだですけどでもそういう話を聞いたことがあります。とりりああえず一通りまあ、それはね日本で本で当に 海に囲まれてて国中川が走ってるような国ですから、これも実は珍しいんですけどね。まあその辺の詳しい話はまあいいとして。どこ行っても泳ぎ機会ってたくさんありますからね。そういう時に溺れたりとか、自力で戻れなくなったりしないような最低限の泳ぎのスキルだけはみんなある程度均等に身についているっていうのはね、実は珍しいことらしいです。まあこの脱線なくなりましたけど。で、そんな金づちをまあ普通に克服していけそうな兆候が見えるナコさんですね。これなら普通にいけんだろう。なんで、 あ,あ、でもこのプールのくだりでももう半ばすぎまで行ってんのか。カラオケ3分の1ぐらいか残りそわったか。このくだりがすっごく印象が強くてな感くていたからか意外だ。でえー、っと結局あれですか歌ったのはあるさんだけでしたっけ歌おうとしたところでかいか。なるほどね。でその直前でマイクを投げてしまうぼっちさんなんですけど急になんでマイクのことなんか気にしたのかって。 まままあああちょっっと見つけけたもののがあって、まあ、そのお話も後でしますけど。ここで貝ねー「かい」ねあのアホ毛がちょろっと出てるだけ見てすぐ「かい」ってわかるっていうねまあ私も今回のエピソードの冒頭でまあぼっちの夢の中だからもうちょっと予想しやすいということはありますけどあのちょろっとした紙だけ出てて「あっかいだ」ってすぐわかりましたからまあやっぱりまああのねツイッター特別編を読んだ直後とおとまって「かい」に対してちょっとねいろいろねーそうか「かいよ」と。 そこまでだったかと思っていたんで確かにあれ読んでて今回のエピソードを見るのと読んでなくて見るのとでは全然違うでしょうねしつこいですけどあそこでぼっちがねカラオケの個室の窓越しにカイを見つけて駆け寄っていくときにもうドッキドキしましたもんねいやでも本当にいいやりとりだったカイは本当に一瞬だけうっかりボッだけ言いましたけどそれ以降はずーっと黙って背中を向けてで喋ってるのはぼっちだけと でボッチが一方的にカイの背中に向かって今こうやって友達ができていることで日々頑張っていることで今もカイとの約束の重みそしてカイへの思いが変わっていないことをあんなに喋るの苦手って言ってるねボッチがねまあ相手がカイだからっていうのもあるんですけどあんだけとうとうとねあのボッチがまくしたてるっていうのはねいかにその思いを伝えたいっていうその気持ちが強かったかってことですよねでで最後まで自分から言い出した約束を 守り抜いいてて無言のまま去っていくとで今一緒にいた友達にもね何か言ってあげたらって言われて促されてもそれでも一言も口を開かないと。うーんいや本当にねこんなんでそんな悲しいことがあって第一話の時は思ってましたけどなその約束なんすかって私と友達にもう一度なりたかったら友達を作れ友達がバンバンできちゃってたらあなた別に友達を知らないんじゃないですかみたいなことを最初思いましたけど。 友達をつくらせるために友達をやめるって意味わかんねえわと思ったんですけど、まあそういうことかと。あれとか読むとね、あと今回のエピソードとか見てね、悲しいことではあるし、お互いにめちゃめちゃ辛いんだけど、でもこれは本当に、お互いが心底お互いのためを持ってないと、こういうことはできない。こういう辛さには耐えられない。本当に素晴らしい。でもほ回もね、今普通に友達、まあそれはできてるんでしょうねって感じだけど、あれで友達いるんだけど、 その友達が言ってたいつも心配してるって、ね、ぼっちのことで、その約束、真剣さが今も全く変わってない。なんか、あの、ぼっちの階層に出てくるたんびに変なことばっかり言ってるから、またあの、このね、クラス全員と友達になるまで絶好っていう約束も、なんか、軽い冗談半分で言ったんじゃないかと、そんな風に疑ってましたけど、あの、ツイッター特別編と今回のエピソードで、海がいかに変なことを言うこともあるけど、それはたまたまそういうところだけ出てきたってだけで、 いかに真面目で真剣でこのままじゃぼっちはダメだという思いで自分も辛いのにああいう約束をしたのかということがねもうこれでもかというぐらいいやというほどわかりましたんでうん本当に今回のエピソードは胸を打つものがありましたこれ泣いた人多いでしょうねぼっち生活見て泣く人とか結構先の話見てたりとか原作してる人は今から泣きそうとか言ってていやいやぼっち生活見て泣くやついるかと思ってたんですけど まあ今回は泣いいた人多いでしょかかかななったら私ぐいいじゃでですかで弟子に呼ぶってもらってみんなと一緒に帰るぼっちさんとああこれか今回この一連の <laughs> 今その流れを確認するためにその辺りの下り見返していたらまたなかなか来るものがあるな今回外トがねあのあのあと泣き崩れるぼっちに対してまあアナコとかあるはある程度状況を理解できるんだろうけど 外川は後ろで立ってることしかできないっていうくだりがあってでそこに原作者のカツオさんが言及されててああそうなんだーと思って今確認したんですけどこれねまあさっきプールがそもそも一睡もせずに来てるっていうのでちょっと大丈夫かと思いましたけど全然一睡もしてないんで外川におぶってもらってるんですがこれ外川がねそのあとでナコに変わろうかって言われてもぼっちを下ろさなかったりあと 今まで弟子一辺倒だった自分のその忍者マスターに対する姿勢というものに友達というもの友達というものになれないかって考え始めてるんですねここで。なあそっかだってもう最初はね友達じゃなくて弟子になるんですからって言ってて友達にはならなかったし今回もカイと出会ってすぐカイとボッチが再開してで一緒にカイと出会ってすぐの時は。 友達じゃなくて弟子ですけどって紹介されて別に何も引っかかるとこなかったみたいですけどあの後そのぼっちの姿を見てぼっちの友達になりたい友達になることはできないだろうかってちょっと考え始めたみたいですねなんか変化が見られるなでまあそういう変化この流れと関係あるのかわかりませんけど外からただいまってなんだろう外から来たが外からなのにただいまわからんもともと日本生まれってことかなまあたまにありますけどね 各地をて,んてんとしてるご両親がそういうい仕事あと今回本編中で予想してましたけどもしかして諜報部で働いてる両親がいるから忍者じゃねえだろうなみたいな何でしょうね家庭の事情で忍者にならなきゃいけないっていけないってなかなかですよねわかんないですけどまあそんな感じで転々としてる両親にくっついて各国を回ってる人だったりとかあと何でしょうねまあリアルな身近な話で一番よくあるのはお父さんが米軍関係者で で、日本に駐留してる間に日本人と結婚して、で、子供と一緒に米国に帰って、で、しばらくしてからまた子供だけ、日本に留学とかで帰ってくるとかね、そういう形だったら確かに外からお帰り、外からお帰りになるんだけど、あれ、外からお帰り外からただいま、どっちでしたっけ外からお帰りだ。まあ別にこれ当たり前だけど、どっか出かけてって家に帰ってきて、お帰りじゃないでしょうから、まあ外からの話なんでしょうけど、この時計は何すか ?7 時ちょうど。 これも手裏剣なんか手裏剣にしては変わった形ですよね。なんでしょうね。まあありえなくはないけど、わかんない。マジかわかるんでしょう。っていう感じの今回でしたか。いやーよかった、今回本当に。うーん。素晴らしいわ。そうで、さっきちらっと言いました。まあここからは本当に、もう前回も今回も本編関係ない話なんですけど、その追墓地特別編まとめを見てるときに、そうだ、公式のツイッターでなんか他に、 興味深い情報でも発信されてないかなと思って、ざーっと流し見てったら、そうだそうだと、こういうシーズナルアニメって、だいたいラジオも並行でやってたりしますよねっていうんで、ラジオが紹介されたんですけど、そのラジオのね、画像、収録風景の画像があって、あそうだそうだと、木戸あかりさんね、私がこの作品で出られてる声優さんの中で一番ビジュアルをよく存じ上げてるのは木戸あかりさんなんですけど、あ相変わらずお元気そうで何よりですと、なんとなく眺めてたんですけど、その中でマイク出てくるんですよ、当たり前ですけど。 ラジオの収録してんだからさまあ内外問わずアニオタの方のほとんどはねまあ私もそうですけど声優さんのラジオ好きだったり一時期ハマってたりした方多いでしょうしまあ現在信号系でねこのラジオが好きとかいう方いらっしゃるでしょうけどまあ私も最近は聴く機会減りましたけど海外の反応とかリアクションとかの方にハマる前は。 ひたすら声優さんのね、ラジオばっかりいろいろ聞いてたりしたこともありますし、あとニコ生とかでやってる番組とかね、声優さんのバラエティ番組とかばっかりずーっと見てたりした時期もありますし、まあそれはミルキーがあって、ミルミルミルキーとか、ミルラジとかがあったからなんですけど、そういうのも大きいんですけど、まあなんで久々に、そうだそうだ、こういう作品には並行してやってるラジオがあるんだよね、と思って、そういえばマイクってどんなの使ってんだろうと思って、これは温泉さんなんですよね。一人ぼっちの〇〇ラジオ生活は。 温泉さんでのラジオ収録ってめっちゃ多いでしょうから、どういうマイク使ってんのか、画像がせっかく載ってるんで見ようと思ってみたら、これがなんとゴッパーなんですよ。びっくりしましたよ。ゴッパーと思って。いや、これご存じない方には、こいつ何の話をしてんのと、ゴッパーって何そもそもって、だったら何なのっていう話なの分かってるんで、まあ簡単にご説明しますけど、まあマイクロフォンっていろいろあるんじゃないですか。そんで、多分だけど、もうあまりにも定番になりすぎてて、みんなの記憶に染み付いてるんで、 マイクロフォンを絵で描く、それこそね、この、今回のカラオケの時は違いましたけど、この作品のオープニングで、アルが持っているような形状のマイクロフォンとか、あの、持つところがただの筒じゃなくて、ちょっと口元の方に向かって広がってる筒になってて、で、グリルボールがまん丸で、で、リングが巻いてあると、ああいう形状のマイクロフォンとか、あと、骸骨マイクっていう、本当に骸骨みたいな、パッと見の見た目のマイクロフォンも、あれもシュアーっていうメーカーのマイクなんですよ。 だからいかにそのマイク界でああいうみんなが思い浮かべる定番のものを作り続けてきたかってなんですけどその手話の SM58 っていうマイクロフォンこれ多分だけどまあこう言ってる人はよくいるんですけどまあ多分大げさじゃなくて世界一売れてるでしょうね死ぬほど売れてて必ずどこにでもあるからで大抵のシンガーの方ボーカリストの方は絶対に一本持ってますし もちろん私思ってますし、まあどこのご家庭にも1本はあるんじゃないかというぐらいのマイクなんですけど、マイクってだって色々あるのにさ、まあゴッパーっすか。で、その画像を拝見したら、明らかにゴッパーなんですけど、まあよく使い込んだんですよ。もうボロボロ。で、それを今回の本編中にも言いましたけど、まあこのゴッパーってやつは死ぬほど頑丈でね、よくゴッパーはいかに頑丈なのかみたいな検証動画、多分 YouTube で探せばあると思うんですけど、 まあ、どんなに振り回そうが、叩きつけようが、もう水没しようが、車に惹かれようがってさっき言いましたけど、本当にもうそういうことやってる動画があるんですよ。っていうようなマイクでね、びっくりした。普通、声優さんが何かを収録すると思ったら、必ずコンデンサーマイクだと思い込んでたんで、コンデンサーマイク、それも、ノイマンの U87AI。このノイマンの U87AI っていうマイクロフォンが、まあ、コンデンサーマイクの中でも最高級だし、で、どんな細かい音も綺麗に、 完全に拾うっていうんでまあ普通こういうものの収録となったらこれを使わないとプロではないっていう感じなんでまあラジオですからねウェブラジオなんでこの U87AI を出してくるとなるともう、まあ、これセッティングだけも大変だし設備も相当おがかりだしあとコンデンサーマイクってどれもそうですけど取り扱いを慎重にしなきゃいけないんでまあこれ出してくるのがあまりにもやりすぎだとしたらまあよくあるのはロードの NT2A ですね。 うんこれもすごくいいマイクでねコンデンサーマイクでもなんかマイクのマイク界のアカデミー賞みたいなのがあってそれの1位を取ったこともあるこの値段でこの性能はありえないんじゃないかっていうぐらい素晴らしいマイクロフォンらしいです私は使っ,ておったことないですけどねだからそのねノイマンの最高級機種ノイマンの U87AI かじゃなくてもロードの NT2A だと思ってたらまさかシュアーの5%いやまあこれ多分だけどホッ ほとんどの人に全く何一つ驚き伝わってないと思いますけどこれね自分でマイクロフォン持ってていろいろ音取ったりしてる人間が声優さんのラジオってどんなマイク使ってんだろうと思って画像を見て5%だったらすすると思いますよそれともそうじゃないですかね私が半端にそういうレコーディングとかについて知ってるからそういう時はコンデンサーマイクって思い込んでるだけで実は5%ぐらいの方がいいのかわかんないけどでもどうせそのまあ本当におしゃべり中心でしょうからでもっと 取り扱いのの楽なものあまりそういうマイクロフォン自体に気ぃ使わなくていいようなもの気楽に喋れるようなものでダイナミックマイクがいいっていう選択だったらだったらシュアーの SM7B じゃないのかね謎、まあ、私もゴッパーはね持ってますしでサブでいつも繋いではいるんですよただこっちからの音声はミックスに使わないことの方が多いですあのメインの方がダメだった時あとはミックス時に軽く下に流すぐらいですか あるととししたらですけけどどねそんんななことしません,けどなんかよっぽど特殊な狙いがあってなんで一応いつもつないではいますけどねちなみにゴッパーだけの音声だとこんな感じですこっちが普段使ってるマイクですねまあ多分ね聞いてるミックスダウンしたものを聞いてもその違いってわかんないと思いますけど分かったらすごい耳だと思いますけどねこどっちが5パーでとかちょっとやってみましょうか私しばらく喋りながら5パーといつものメインのマイクロフォン往復しますんでどっちがどっちだかわかる人いるかなっていうかそもそも 興味ある人いるかなまあいいや、とりあえずそんなのを残しておいてもいいでしょう。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存じの方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、宗主小田原式町を過ぎなされて、青物町を登りおいなされれば、蘭関橋虎屋東へもただいまは提発いいたして、遠斎と名乗りまする。岩町より大津曇りまでお手に入れまするこの薬は、昔、真の国の当人、ウイローという人、我が町へ来たり、帝三大の檻から、この薬を深く込み置き、持ちるときは一流ずつ、冠の隙間より取り出す。 よってその名を見方より、トーチンコウと賜る。すなわち文字には、いただき、すく、匂いと書いて、トーチンコウと申す。ただいまこの薬、事のおかせ場に広まり、方々に偽看板をい出し、みたいなね、やってみましたけど、どうでしょうかね。まあ、わかんないでしょあの、できたものを聞くと全然わかんないんですけど、これがミックスの時にね、全然違うんですよ。マイクロフォンによって、音の取り扱い方がね。だから、声優さんのラジオでごっパーっと思ってね、ほんとびっくりしました。で、しかもめっちゃ使い込んであって、 私のは本当に綺麗なもんですね。まあ、めったにそんなね、そのマイクホルダーから取ったりつけたりしませんから、そのせいで全然綺麗なままなんですけど、私のマイクは本当に綺麗なもんですよ。いやー、ーでもね、うん、本当に意外だった。後で、その画像のリンクも一応下に貼っときましょうか。ただ、まあ、こんだけいろいろ語りましたけど、そもそもそんなもんに、誰が、まず、うん、ほとんどの人は興味ないし、ご存知ない。 ことだと思いまますけど、まあこの作品関連の情報でね私にとっては非常に驚きかつえー、これはなかなかねこのオーディオ関係に詳しい人間にで結構アニメ好きの人いますから話したら驚かれるんじゃないかと思ってちょっとね知り合い何人かあの人にちょっと行ってみようかなみたいな今から楽しみでもありますけどそっかーいやー驚きました皆さん温泉さんで撮られている声優さんのラジオ番組はゴッパーでございます手話 SM58 でございます いやあと、この話まだ続けなって感じですけど、ヘッドフォンね、赤帯なんですよ。あ、これね、ソニーの、こっちもね、もう業界で死ぬほど売れてて、超土定番で、これないと仕事にならないっていうプロの方、たくさんいるんですけど、ソニーの赤帯って通称バレてるヘッドフォンがあって、これがね、まあ本当にもう信頼性と生産数、販売数、あと、だからそんだけ売れてるもんだから、故障してもすぐリペアパーツが手に入って、 現場ににすすぐ復帰ででできるっっててうんんまあ本当に業界ののこ行ってもソニーの赤帯なんですよただ、音楽聴いたり普通のリスーニングには全然使えない製品なんで、まあ持ってる人はいない、少ないかな。まあ、そのオーディオの本当にモニター用ですから、モニターとチェックにはこれないと仕事にならないっていう人もいますけど、そういうものに使うものなんで、一般の仕事以外で使ってる人はごく少ないかもしれませんね。ただ、そんなにいいものならっていうんで、興味本位で買ってる人もいるみたいで、まあこれがね、結構安いんですよ。 安いところで安い時に買えば1万5千円ぐらい。なんで、まあ、本当にこの墓地生活が大好きで、声優さんのラジオ収録とオソロにしたいと思ってる方は、ぜひ、買われてみてい。<laughs> いかがですか ?5% なんて1万ぐらいですもんね。どっちもね、安いんですよ。安いし、すごく性能的なしっかりしてるんですよ。本当にマジで世界中でプロが使ってるもんですから。だから、ただね、オーディオインターフェースいりますからね。普通にそれを実用しようと思ったらね。このオーディオインターフェースがねー、 5パーとあかおだけプロ仕様のもの持ってるけどオーディオインターフェースはおもちゃみたいなやつっていうことにまあそれでもいいから声優さんが実際に使ってるマイクロフォンとヘッドフォン揃えてみたいオソロにしたいって思われる方は全然手の届く範囲だと思うんで大人だったらそんな風にして楽しんでみられても面白いかもしれませんねそれからなんかいろいろそのマイクとかヘッドフォンとかあと収録する機器オーディオインターフェースに興味が出てきていろんな創作とか始められるかもしれませんし 音取りに興味が出てきていろいろまあそれこそねこういうアニメリアクションとかあとポッドキャストとか道具揃えてみたら興味が出てきて謎の情熱に駆られて創作意欲が湧いてくるってことあるかもしれませんからねまあご存知の方はご存知というか興味持たれた方は調べてみたらいいんじゃないでしょうかそれのリンクも貼っときましょうかなんか今回そんな多いですねとりあえずそのツイボッチ特別編とあとゴッパーが写ってる写真のリンクとあとそれぞれ赤帯とゴッパーのリンクも貼っときましょうか どどうでですか,かつてないほど長いほ長脱線だったでしょうまあでも本当に、うん、こうやって作品の周辺情報も調べていてかなりびっくりしました。まあこれは普段からねマイクロフォンとかそういうものに興味関心のある人間だからああいうところでうわーと思って5%かマジかと思いましたね。うん、まあというねほとんどの人に伝わらない完全な余談打足でしたけどまあそんな感じで前回から今回までの間にいろいろと調べてみたら。 面白い発見もあったし、個人的にはかなり驚いた発見もあった。そんな一週間でございました。そんで次回ですが、さっきもちょっと予想しましたけどね、外からお帰りね。外からお帰りね。ちなみに、外から来たの名前の意味はもう完全に海外のリアクターさんには伝わってますんで、その辺の解釈で戸惑って中身の伝達に底が出ることはないでしょう。外から来たが、外からお帰りなのも、Welcome back to 違う Welcome outside back from outside. で「バックフ o m ムアウトサイド」って出た瞬間に外からの「I came from outside」が思い出されるでしょうからまあタイトル的にも大丈夫かなと。なんですが内容がねまあそれこそさっきも言いましたけど今回ちらっと語られた家庭の事情で忍者にならなきゃいけないっていうねい変わった言い方ですよね。うんなんか普通の憧れとかなりたいんじゃなくてならなきゃいけないか。 うーんさっき言った諜報員以外だと家庭の事情が忍者の道を選ばせるのって何だろうなまああとあれか将来日本文化研究の仕事でもしたくてまずは忍者からだから大学で地域研究の一環として日本の研究をやってみたいとか日本文化の研究をやってみたいとかもしくは こないだねー亡くなったドナルド・キーンさんみたいに親が日本文化とか日本文学に興味があってそれで忍者とかについて熱く語ってだからか分かんないなまあ全然分かんないですねうんこれはヒントになるか分かんないけど外かは死ぬほど日本語がうまい今回本当にイングリッシュネイティブであることはまあとりあえず作中の描写としては確定的に描かれたとでさらに加えて日本語ももうほとんど わざとやってんですかっていうような外国人要素はありますけどもうほぼ意思の疎通に障害がないばかりかほとんどネイティブと区別つかないぐらい使いこなすのは使いこなせてますね。だからね少なくとも例えばケムシチャンネルのロレッタさんが15年ぐらい日本語を勉強しててすっげえなーと思うけどそれもどんだけまあ私の英語の勉強まだ3年ぐらいなんでいやでもそん うっすらやってた時期も含めたらもうずっとやってんのか。もう、小学校以来ずっと英語の勉強をしてると言い張ることもできるし、ちゃんとやり始めたのはここ3年ぐらい。と、控えめに言うべきかもしれませんっていう感じですけど、15年ぐらい日本語やってるとかいう、ああいう人はまあ特別だとして、すごい情熱ですよね。どのぐらいやってたら、まあ、仮にだからあれだけど、外科ぐらい日本語使えるようになるからね。だから本当に、なんでしょう。小学校3年生まで米国、もしくは英語圏にいて、 それから日本に越してきてもしくは次回タイトルを踏まえると帰ってきてで日本語喋ってたらあのぐらいになるのかそれとも行ったり来たりしてるからあのぐらいになるのかねわかんないですけどねその上で次回どういう話なのかな意外と遅かったけどでもやっと外科にフォーカスした話を期待されてる方は結構毎回毎回冒頭であの忍者カルの話がいいなみたいなことをおっしゃってるんでいやついに今回は来たかと次回外科の会が来るのかと 喜んでる方は多いでしょうね。よかったですね。外科ファンの、全国の外科ファンの皆さん、来ましたよ、ついに次回。まあ、その答え合わせは次回ますとして、あとあれですね、今回本当にいい話だったし、あと多分、暗い加子さんの名前の意味に関しても、もう、ほとんどの方が知ってるか、まあ、本編主張後にコメント欄に多分、たくさんの人が書かれるでしょうから、それをご覧になって知ることになるんでしょう。その暗い加子さんの名前の意味もね、知ってる人がいたら、まあ、その反応も面白いし、 知らないい人がいれば誰か書き込んでくれてでれててでででそがままたたねねね他のの人からの反響を生んだりしし、ねま、面白いですし、ねうん、でも本当にこれね私の周りに皆無なんで私がおかしいのかなと思ったんですけどやっぱ語学って楽しいっすよね。特に全然分かんない言葉全然知らない言葉。日本語ってあらゆる言語の中でも相当まあ文化もそうですけど孤立した言語で類縁にあたる言語が一切存在しないとよくね あのなんか順ゅぐりにいろんな説が出ては消え出ては消えしてますよね。ウラルアルタイ語族だとか、まあ他の言語がこれが日本語に近いとかこれが似てるとか語順が同じだとかただあのチョムスキーさんに言わせるとどの言語も一緒やってねいう話らしいですけどねもし宇宙人が見て日本語を含め地球上に存在するいろんな言語を見比べたら。 どれも同じじゃねえかと、親戚みたいなもんじゃねえかというぐらい今世界に存在する言語というものはそっくりらしいですね。まあ言われてみればそうかもね。っていう感じですが、まあそういうのもあってね、言語に興味がある、語学に興味があるっていう人間は意外とああいうところコメント欄とか見ててもよくいるし、やっぱ面白いよねってああいうのを読むために思いますね。あと面白いのが英語を勉強してるでしょで、2時間ぐらいずっと英語だけのテキストとか本だけ読んでて、 さあ一息ついたと思って日本語に戻ってきた時のあのすごい違和感ずっと英語付けになっててしばらくぶりに日本語がズラズラズラと書いてあって並んでるの見るとこれ一瞬言語かって思いますよなんか科学式かなんかかみたいななんだこの謎の謎の印象を与えるなんか本当に記号だか図形だかの 同じようなサイズのでも複雑さは全然違う記号だか図形だかがずらずらーっと並んでんのを英語からザッぱー上がってきて最初に目にすると本当にねすごい違和感あるしやっぱりでもあの違和感独特な感じ誰も知らない他の一切の言語と似ていないの割には和者が1億何千万人もいてで割と世界中に興味を持って研究してる人とか学術的な 研究の対象にもなってたりして割と話者は多いし使われてるシーンも多いしなんなら仕事に役立つかもしれんみたいなそういう珍しい言語なんで確かに私が他の言語圏に生まれて育ってて日本語というものの存在を知ったらめっちゃ興味あるかもしれないわかんないけど私はもう日本語圏でずっと他の言語を何しようかなって考えてる時にま,あまず英語でしょいや英語くらいできないと英語もできないようなやつは民族のつらいをしようと思って英語にしたんですけどまあ、もし英語が そういういね使う機会が多くて今後必要になることが必ず予想される言語じゃなかったら何がいいかなと思ったらやっぱりフィンランド語とかトルコ語とか、うん、他のなるべく他の言語から離れたもの孤立してるものの方があとアラビア語か、うん、そういうものの方が多分興味持ったでしょうねただそっちの言語はね今のところ話者がすごく少なくてと思うんでほぼねあくまで英語の傍ら趣味でパラパラっと見るぐらいですかあと最近面白いなと思ったのは 私のチャンネルにインドネシア語でコメントいただいたんですよ最初アルファベットで書いてあるけどこれなんだと思って翻訳機にかけたらインドネシア語で このチャンネルで言ってることがわからないよーって書いてあったんですよ。まあ、よっぽど m e e t o って返そうかと思いましたけど、まあ、そういうことたまにありますよねぐらいの無難なお返事を申し上げましたけど、インドネシア語もね、全然わかんない。アルファベットで書いてあるけど、全く予想もつかないけど、たまにちょっと英語っぽい、英語に似てる単語があったりして、そこだけ予想ついたりします。まあ、そんな感じでね、また今度は語学の話で脱線して、それはなくなりましたけど、まあ、そういうところね、コメント欄とか皆さんのやりととかも見ていくのが楽しいし、今回のエピソードは特にね、 リアクションそのものもすごく楽しみだしやっぱこの作品見てる人ってご本人も優しい人が多いんですよだから結構コメントでもねぼっちのこととかも気遣ってたりね本当に心配してたり大事に思ってたりするんでそういう皆さんのコメントも楽しみだしいろいろ次回までに楽しいことがありますねなとこですかねそんな感じで一人ぼっちのまるまる生活第7話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた